おはようございます。清美です。さあ今日はですね、CRJ シリーズのもう3日目、4日目ぐらいになりますけれども、ようやくエンジンを立ち上げてみるというところでやっていきたいと思います。 エンジンの立ち上げの方は、いわゆるこれまで飛ばしてきたような A32MR だったりとかビジネスジェットみたいな機体と同じくですね、APU と呼ばれる補助電源を入れてあげることからスタートして、その APU の方で生み出される電気もしくは圧縮空気っていうところでエンジンのスタートアップの方を進めていくということになります。今回はまず機体の立ち上げの時に APU は起動させてあるので、オーバーヘッドパネルの真ん中にありますが、この APU の方はすでにグリーンになっていてスタートポジションに入って ちなみに昨日までのところであまり紹介できていなかったんですがこの「エアクラフト」というタブを開いてあげるとそれぞれの設定をスキップすることができて例えば最初のうちはコールド「Cold&Dark」の全く電源が入っていないところからのスタートが難しいということであればこの「クの設定をスキップすることができて全く電源の入っていないところからのスタートが難しいということであればこの「 ready for startup というところまでスキップして始めると今の状態ですねいわゆる APU が立ち上がっていてその他のケーキの設定も完了するというところで FMC のセットアップだけ行ってからエンジンスタートの方まで始めていけるということになっていますので初めのうちはこの補助機能をうまく使いながら遊んでいくというところがおすすめのやり方ということになってきますということで実際にエンジンの方を立ち上げていくんですけれども立ち上げるときには ある程度手順があるので、それを追いながらやっていきましょう。まずビフォースタートのポイントですね。パッセンジャーサインの方がオンということで、オーバーヘッドパネルの前側のところにパッセンジャーサインっていうので、ノースモーキングと右側の方にシートベルトサインの2つがあるので、これらをオンにするということになっていきます。特にアルティメタセッティングっていうところをフォローアップしておくと、右下のところですね。 1030mb というふうに書いてありますけれども、1013mb というふうに書いてありますが、こちらの数字を切り替えるということで、左側の方のコントロールパネルの中段の一番右のところですね、こちらの方でヘクトパスカルとインチっていうのを 切り替えるボタンもついていますし、その下のノブのところをくるくる回してあげると、コード規制値の設定もできるということですね。あとは、この真ん中のところを押すと、スタンダードアルトに切り替わるという機能も、他の機体と同様にファンクションするところということになります。次に fms の設定ですけれども。 次に FMS の設定ということで、こちらの方もインプットが終わっているので OK ですね。IRS のアラインということで、IRS はこのセンターピディスタルの左後ろのところにノブがついていて、今ナビゲーションモード、真ん中のモードになっているので OK ということですね。もう一つ確認の方法としては、インデックスのポジションイニットページ、こちらの方でページを 3ページ目までめくっていただくと IRS1、IRS 1, 2ということでそれぞれ補足されているポジションが表示されているのでここがブランクではなくて数字が出ていれば OK ということになってきます。それからラジオナブエートの設定とあとはテイクオフブリーフィングっていうことで非常時の手順の確認だったりとか V スピードの確認っていうところをしておくということですね。 続けてスタートアップの方のチェックリストを見ていきますけれども、まずはじめに APU のオンを確認します。そこからテイクオフデータの確認っていうのを次に行って、V スピードが入力されていることを確認するということですね。そしてドアのクローズを確認するということで、今すべてのものがクローズポジションになっていて、チョークが入っている状態なのでチョークだけは外しておきましょう。 この確認が終わった後に、まずはビーコンですね。ビーコンの方をオンにしてあげて、次にフィエルポンプのところですね。まずはライトサイドのエンジンから回したいので、フィエルポンプをオンにします。そして、このスターターですね。センターパネルのさらに中央、前方のところにある4つ田んぼのような形で並んでいますけれども、この上のラインのスタートで、なおかつ右側の方をスタートで押します。 この後他の機体と少し異なるところで今スロットルを見てもらうと手前側シャットオフというポジションになっているのでこれをアイドルというポジションまで前に出しますこの状態でエンジンの方を見守っていると N2 が上がって N1 も徐々に上がってくるというのが確認できると思いますこれで今音が鳴ってライトサイドエンジンの方が立ち上がったというのがアナウンスされましたね続いてレフトサイドのエンジンも同様にスタートしていきましょう まずフィールポンプがオンで、レフトサイドのスターターがオンですね。それからスロットルをワンノッチ前に出してあげるということですね。はい。ということで、両サイドのエンジンが立ち上がったので、これでエンジンのスタートアップは OK ですね。次に、まだ警告がいくつか残っているので、それぞれ見て,それぞれ見ていきましょう。 とということですいません。ちょっと収録が外れていて途中まで進めてしまったんですが、主にはですね、こういったポイントが残っていたかなと思うんですけれども、まずエマージェンシーライトのオフですね。こちらの方はオーバーヘッドパネルの手前のところですね。こちらをアームでにします。それから マクトリムとヨーダンパーっていうところで、こちらはですね、センターペディスタルの方にあって、まずヨーダンパーの方はここの左右ですね。それからマクトリムというのがここのオレンジ色に光ってるところをオンにするということになります。それからウィンドヒートとウィンドシールドヒート、これの R サイド、レフトサイドっていうことで左右それぞれですね、オンにしていきましょう。こちらオーバーヘッドパネルの一番右側のところですけれども、ここの部分のスイッチを入れていくということなんですが、 この CRJ シリーズでたまにあるんですが、このノブを押すだけでは、オンポジションに行かなくて、クリックが効かない時っていうのがあります。こういった時はマウスホイールで動かすと操作することができるんですけれども、ちょっとしたバグのようなものだと思いますので、皆さんもなんか動かせないなという時には、マウスホイールをうまく使って調整していただければいいのではないかなというふうに思います。ということで、すべての警告が消えたので、タキシングがスタートできるようになったということですね。 この状態でタキシングしていきますけれども、パーキングブレーキはこの後ろのところですね。このノブを下ろしてあげて動かしていくというところですね。基本的にはこの機体もアイドルスラストがそこそこあるエンジンを積んでいるので、ブレーキをうまく使いながら進んでいくということが必要になってきます。それからタキシング中にフラップ8度ですね。設定したモードに切り替えていくというところですけれども、特にこういった機体ですね。速度がついてしまうとギア周りのところが そこまで構造的に強くないので、トラブルの原因になるというところで、速度管理には慎重になっていった方がいいかなというところですね。ということで、今日はちょっと簡単でありますけれども、明日へのつながりというところで、明日の動画の方では離陸、それからオートパイロットの設定というところで、少し先に触れておくと、皆さん見ていただいてわかる通りですね。 このオートパイロットは他のエアバスだったりとかボーイングの機体っていうこれまで飛ばしてきたところに比べると非常に質素な作りになっていてディスプレイの方の設定がないということになっていますなのでここのディスプレイで何千フィートに設定とかそういったことができない仕様ということですねとういうわけでここのノブを動かしてあげることによって今ちょうどこの p f d の方の数字が変わっているのが見えるかなと思うんですけれども PF2 を見ながら、ここのノブを操作して、コードだったりとか、ヘディング、それからスピードっていうところを、それぞれコントロールしていくということですね。こういったところの詳しい話は、明日以降やっていこうと思いますけれども、まだまだ紹介しきるには、全然時間が足りないぐらいですね。細かいところまで再現されているシミュレーターということで、 今聞いていただいたようなですねアナウンスが自動的に入ってきたりとかこういったところまで振り込まれていますので皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうかということで多少高いシミュレーターでありますけれどもトライしてみてはいかがでしょうかと,というところで本日の動画の方を終わらせていただきたいと思います本日もご視聴ありがとうございましたまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは「 Honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around.